はい、シャイニーの方もそうでない方もこんにちは、チャオリンゴと言います。いつもはね、任天堂スイッチで遊べるダウンロードタイトルなんかを本日で実況しているんですが、今日はね、スマホゲームを遊んでいきたいと思います。東京セブンスシスターズ縮めて7シス、よろしくお願いいたします。でこのゲーム何ゲーかというと、音ゲーで、まあ、かつアイドルゲームですね。こういったゲームの魅力はね、やっぱりキャラクターだったりとか、まあ、あとストーリーとかいろいろあると思うんですが、今回はね、音ゲー部分にフォーカスをして実況していきたいと思いますので、お願いいたします。でこのゲームね、特段最近出たってわけじゃないんでね、まあ、なぜこのタイミングでやるかというお話なんですが、この週末ですね、僕の推しキャラのイベントをやっておりますので、まあ、その辺に便乗して、まあ、一人でもね、ナナスのファンが増えたら僕は嬉しいかななんて思っております。じゃあ行きましょう。はい、じゃあね、音ゲー部分を紹介するとは言ったんですが、あわよくばね、一人でもなんかキャラクターの名前を覚えていただければいいかなと思いますので、このゲームめっちゃたくさんいます。アイドルたちですね。まあ、いるわけなんですが、まあ、紹介するとなれば、この動画を撮るきっかけゲームになった僕の推しキャラクターを紹介していきたいと思います。ではね、この子なんですが、アレサンドラ・スースちゃんです。さあ、皆さん覚えて帰ってください。実況している僕の名前なんか別に後で忘れても良いので、アレサンドラ・スースちゃんだけはぜひね、覚えて帰ってください。でこのキャラクターどんなキャラクターかというのを簡単に本当にお話しするんですが、まずこのね、東京セブンスシスターズ、ストーリーとしては主人公が、まあ、とあるね、ちっちゃいアイドル事務所みたいなところをね、建て直すっていう、まあ、そんなお話だったりするわけで、最初はアイドル誰もいないんですよ。というわけでアイドルがね、最初どんどん増えていくわけなんですが、そんな中のね、スーちゃんは留学生としてやってくる一人のアイドルだったりします。で、年齢は驚きの14歳ということで、多分全体見てもかなり若いかなと思いますね。まあ、そんな若いんですが、とても危ない水着を着たりして、まあね、なかなかいいキャラクターだと思いますね。で、かつ主人公のことはダーリンと呼びます。そこがね、とても僕は好きです。はい、じゃあね、またダーリンと呼んでもらいましたが、じゃあね、そろそろ音ゲーの話に行きましょうか。画面右下、ライブステージのところを押していきます。はい、画面変わりまして、ここがね、今イベントなんで別の入り口もあるんですけど、通常のね、楽曲選択画面となります。7室でやはり個人的に推したい部分ではあるんですが、楽曲のレベルが本当に高いなと思います。僕はね、それこそちょっと忙しくてゲームはできない時期もかなりあるんですけど、楽曲はね、CD 買って毎日聴いてる、まあそれぐらいのファンなんですよ。うん。というわけで、本当にゲームやらなくてもぜひね、曲だけでも触れていただきたいかなと思います。そうですね、曲も増えてきたね、うん。結構もうね、聞いてはいるけど、楽曲としてゲームとしては遊べてないってやつも多いんで、まあぜひね、時間見つけて僕もこのゲームハマっていきたいところではあるんですが。はいはい。たくさんありますね。うん。実際のゲームがどういうのかっていうのは、ちょっと後で見せていくのでよろしくお願いします。じゃあ戻りましょう。はい、じゃあね、スーちゃんちょっとつついて遊びます。スルメはいつ飲み込んだらいいの？お仕事？そんなの後回し！どこを見てるの？いけない、ダーリン。はい、じゃあね、これが僕の疲れた日の日常なんですが、まあね、今回はイベントを遊んでいきますので、トップ画面に行きましょう。画面右上です。はい。ではでは、このイベントをね、どんなものか簡単に説明しておくと、ゲーム内でね、新しい楽曲が出た時に開催されることがあります。その楽曲含めたね、まあ、選ばれた曲をね、音ゲープレイしまして、ポイントを稼いで、総合的なランキングでね、順位を出していこう。まあ、とてもわかりやすいイベントかなと思いますね。消費されるものはね、通常と違ったりするんですが、他は基本的にはね、音ゲーはルール変わらず遊んでいけます。というわけで、遊んでいきましょうか。というわけで、そうですね。ま、これがね、この動画では初めてのプレイになるかなと思いますんで、あらかじめちょっとお断りしておきますが、レベルは若干下げさせてください。理由は喋れないからです。あと僕が音ゲーがちょっとそこまで上手くないので、はい。ではね、この曲からちょっと遊んでいきましょう。ゲストを選びます。ちなみに動画内ではやらないんですけど、ちゃんと遊び方のチュートリアルはありますので、ノーツとかの説明は特段しないんですが、ご安心ください。
はい、じゃあ行きましょう。Now loading。実は僕もやるのすごい久しぶりなんで、できる限りのことはやるんですが、天才だよね。はい、ちょっと応援してください。そうね、僕もね、まあちょっとやりながらになるんですけど、音ゲーをねすごい上手くなりたいなと思った時期はあったんですよ。ただね、ほんと難しいよね。なんだろう、ある程度まではいけるんですよ。その後なんだよな、なんかそこがね、一向になんか感覚がつかめないので、何のゲームがきっかけかはわからないけど諦めてしまったような気がする。でもね、音ゲーとかめっちゃハマってる人にね、いや僕も上手くなりたいわって言ってもね、うん、何もないからやんない方がいいよとか言われるんですよね。何もないことはないと思うんだけどな、結構。はい、まあそんなことを言いつつ、これはね、このゲームで言うと中難易度ぐらいかな。上、下げる、横、うん、まあこんなこと言ってるんですけど、普通にバッと出てますね。はい、ちなみに7室ですね、音ゲー部分が昨年ぐらいだっけ、リニューアルされたんで、昔の7室知ってる人はあれこんなんだっけって思う人もいるかもしれません。昔はね、円形のサークルっぽいやつで、まあ、それはそれで結構独特で面白さだったんですが、今はこんな感じになっております。で、背景の描写の方法ですね、いろいろあるんですが、今回はね、ミュージックビデオモードにします。見すぎました。まあね、3D モデルとかはいないんですが、このゲーム。それでも結構雰囲気出てていいかなと思うんですが、難しい難易度にするとね、とても楽しいミュージックビデオなんだけど、見る余裕がないんですよ。それがまあ悩み事かなと思います。話して、OK。この楽曲はね、まあ、リリース当初だったり、まあ今でもやっぱテーマ曲かな。はい。とまあこんな感じでリザルトがございます。僕がちょっとイベントを適当に走っておりましたので、若干イベントのねポイントは溜まっておりますね。じゃあ曲どんどん選択していきましょう。イベントにおいてはね、この楽曲の横、今タップしますが、左にね、なんというかアイドルの、クラスだっけ、タイプだっけ、そういうのがあるんですけど、それによってまあ得点取りやすい曲があったりします。まあ、これはね、こういったところは多分ゲーム始めたら普通に教えてくれるんで、まあ、この動画では割愛しますが、今回も好きな曲やっていきましょう。青空トレインいきます。ではゲストの方をお呼びしまして、では、行きましょうか。ちゃっちゃとやって帰るよ。まあ、7室の魅力ですが、とにかく曲のね、曲がいいなっていう感じもしますので、音ゲー苦手なんですよ正直。まあ苦手かどうかは僕わからないんですが、ただね、本当に楽曲はね毎日聴くぐらい、さっき言ったっけ、好きなんで、そういう楽しみ方もあるかなと思いますので、ちょっとね楽曲自体に惹かれた人とかもぜひチェックしてみてください。ひでえな僕、これね、ちょっと左右使うパターン苦手なんだよな僕。まあでもね、音ゲー上手い人ってすごいなーって思うんですよ。僕も動画とかしか見ないんですけど。ちょっと待って。このね、七七さんの動画見ないんだけど、まあね、デレステとかもね、ログインとかたまにしてるんで、そもそもやっぱ、あのゲームはやっぱりすごい上手い人多いじゃないですか。もう、人間技じゃねえなと思いながらたまに見てますが、ああ、ちょっと待って。色がたくさん来るともうノーツが応援。した。上げがうまくいかないな。とにかく、生きれればいい。これはカードのそのステータスに助けられちゃって S もらってますが、ちゃんとね、もっと頑張っていきましょうってところでしょうか。本気出せばこんなもんですよ。
はい。申請はとりあえず今はいいや。はい、ちょっとポイント溜まってきましたね。うん。はい、じゃあね、またタイプ変わりまして、何やろうかな。じゃあ、これいきますか。このゲームなんですけど、アイドルですね。アイドルだけじゃなくて、ロックバンドとかもいたりします。これは 4U ってバンドなんですけど、僕はね、めちゃくちゃ 4U 好きですね。はい。去年かな、 4U のミニアルバムみたいなんですけど、かなりめちゃくちゃいいアルバムだったので、ぜひこれはね、聴いていただきたいところですが、ハロウィン終わりましたけど、ハロウィンの曲見ましょう。トリックアトリート。で、難易度をね、僕ね、皆さんにちょっと話しながらバレないようにイージーにしたんですけど、結構元が難しいので、お許しください。じゃあ行きますか。あと、これのね、プレイ中のミュージックビデオ結構好きなんで、ぜひよかったら見てみてくださいね。ある音楽は少々心得がありますので。はい、じゃあ行きますよ。手加減をする余裕はありませんので。この曲ね、難易度高くなると本当後ろのミュージックビデオ見れなくなっちゃうからね。多分ね、このゲーム全体で5本の指に入るくらいはかなり好きなミュージックビデオなんですが、見る余裕がないです。まだイージーだからノーツのパターンがシンプルなんだが、怖いな。あ、しまった。すいません、左落とした。この世から消滅してください。喋る余裕がないね。はい、終わりだっけこれ。あ、ごめん、終わりじゃないわ。ごめん、すごい今ね、すげえ間違えちゃった。せっかく覚えたんだし、使ってみるかな。最後ちょっとまとまったかな。うん。これ難易度上がるとやばいです。全然クリアできないです。調子が良かっただけです。調子に乗らないでくださいね。はい、ちょっと怒られましたが、うん、調子に乗らずに行きましょうか。はあ、まあこんな感じでね、どの音ゲーにもあるか要素ではありますが、コンボとかクリア回数によって得点がね、得点というか報酬ですね、もらえたりします。あ、ちょっとモード入っちゃったな。ちょっと待って、これさ、かけりにモードに入ったよね。うん。しょうがない。じゃあ、ここで新曲やっていきますか。ここ、今、左下なんですが、このモード入ってると、ポイントの獲得数が上がるんですよ。というわけで、ちょっとね、イベントのね、プレイ方法として、イベント楽曲を最初にやるか後でやるかみたいなのがあるらしいんですが、詳しいことはちょっと僕もよくわからないです。まあ、とりあえず今回は動画ということで、紹介含めてやっていきましょう。ラブリーオンでいいですね。ちょっとお待ちください。では行こうか。ユニット今回と同じですね。スタートします。はい、行こうか。行きます。ではハードにしたけど大丈夫かな。実は一回やったんですよ。自信あるかな。自分はまだ大丈夫。やれることをやるだけよ。誰にでもすぐ優しくして、愛と笑いが下手ってちょっぴりドジなビートなの。まあ僕の感覚なんですけど、ナーシスはね、課金はそこまでしなくていいかな。まあね、しないよりまあした微課金でいいからした方が多少は良くなることも多いんですが、基本的にはまあ音ゲー部分を倒しになら全く何も言わないでしょう。スコアとか伸ばそうと思うとね、どうしようもないんだけど、まあそこら辺はね、
各個人の楽しみ方かなと思いますので、まあ推しが来た時のためにログ画とか貯めておけば結構遊べます。ただね、個人的にはこのゲームには続いてほしいものなんで、もし課金がそれのね、ちょっと助けになるっていうんだったら多少僕も考えたいんですが、僕はとりあえずはね、楽曲ですね、 CD とか買うことを目的で支援してるような感じですね。まあ僕はそんなユーザーですとか言ったら曲終わったな。うん、調子が良かっただけ。あ、フルコン取れた、ラッキー。調子に乗らないでくださいね、はい、主様。しゃあ、よかった。あれ、難易度下げたっけ僕。はい、いろいろもらいましたね。ノーマルじゃん、しまった、ハードだと思ってた。うわー、恥ずかしい。うん、はい、まあ今回のイベントはこんな感じか。僕もね、まだあんまり聴いてないんですけど、うん、可愛い曲だね。じゃあ他の曲なんかやるか。まあ本当はね、今このね、ちょっとモード入ってるんで、そのね、いい曲というかイベント曲やった方がいいんですが、新曲ですね、新曲やった方がいいんですが、まあ今回は紹介も兼ねてますので、いろんな曲やっていきます。じゃあね、またさっき1個前にあった、ロックバンドですね。For You。この曲やっていきましょう。メロディーフラッグ。この曲なんですが、僕めちゃくちゃ好きなんですよ。本当にね、これはね、何度もね、死にそうな時が去年あたりあったんですが、まあね、仕事が辛くて、うん、助けられたかなと思います。じゃあ、これ遊んでいきましょうか。さて、それじゃあ仕事するとしよう。僕はね、スースちゃんをね、抜いて考えるんだったら、For You が一番好きです。For You はね、3人組の3ピースバンドなんですよ。まあね、そういったね、各メンバーは、そのね、メインのアイドル以外もね、みんな魅力的なんですが、ちゃんとお話とか用意されてるんで、そうだね、ストーリーがあとは7室はね、もう基本的にフルボイスなんで、まあ、いっぱいあるんですよ。まあ、もう開始当初からね、結構更新もちゃんとされてるので、ぜひそんな感じで気になる人はストーリーも追ってみてくださいな。あれ、これノーマル。まあいいや、正直ね、これぐらいの難易度だとギリ話せるかなってぐらいです。あ、ここ楽しい。音ゲーってね、まあ難しいのができるようになるのもいいけど、なんか曲によってさ、すごい気持ちいい部分とかあると、そこをめっちゃやりたくなるんですね僕。まあおかげでね、他の曲うまくならないんだけど。うおー、ちょっとね、スーパープレイはお見せできないんですが、まあこの興味に興味持ってもらった音ゲー好きな方が、僕はそういうものにいつか触れるようになったら、まあね、目標を達成できるかなと思いますので、全然 OK です。はい、これね、ちょっと長いノート見せてるとさ、なんかかっこ悪いよねと思うんですが、おっと、はい、あ、早押しすぎた。はい、あ、この曲気持ちいいですね、うん、実際に曲自体も好きなんですけど、わあ、しまった、話してる場合じゃねえよ。いや、ダメだね。さあ、そろそろもう終わりだから、感想でも話そうかなと思ったらノーツを見逃すとか言うね。信じたくはないが、私はアイドルの才能があるのか。はい、こんな感じでした。よいしょ、よし、何曲やった、これで4曲ぐらいか。ええ、はい、報酬もちょこちょこもらえますね。ちなみに今回なんですけど、わあ、なんかめっちゃ入ったな。じゃあちょうどいいや、エピソード見せますか。なんて流行らないことやってる目障りのやつらの話なんだけどさ、うん、梅ちゃんはね、アイドルにライバル意識を持ってます。あのなんたらシスターズって連中、また証拠りもなく 4U に会いに来たの。ふざすぎてドン引きだよね。でも梅は心の広い天才美少女だから、お話はちゃん
と聞いてあげたの。そしたらまたコラボがしたいんだって。あいつらいろいろ考えてるらしくてさ、コラボも案外ありかなって思ったんだ。もちろんあいつらはフォーユーの前座だけど、たまにはアイドルに胸貸してあげるのもいいかなって話よ。これが強者の余裕ってやつ。はい、まあね、こんなミニエピソードがあったりします。うん、やっぱ梅ちゃん改めて声聞くと可愛いな。まあ僕はね、スーちゃんの次だったらって言ったんですけど、本当にやっぱり 4U の3人がめっちゃ好きなんですよね。うん、動画時間大丈夫かな。最後なんですけど、まあもうね、このイベントのね、ボーナスポイントタイムみたいに終わっちゃったんですが、最後にね、スーちゃんがいつもやってるユニットの曲なんですが、まあニコラっていうんですけど、まあそれの曲をやって終わりにしましょうか。では、難易度はすみません。ハードはさすがに12はね、やりながら喋れないので、ノーマルにさせてください。じゃあ行きましょうか。ではゲスト選択させていただいて、じゃあユニット合わせていきます。ちなみにね、こうまあ今更なんですけど、ユニットのね、そのアイドルのカラーとか合ってるとポイント増えたりします。ここら辺はまあゲームやったら説明してくれるので、今回は省きます。じゃあ行きましょう。これね、まあ最初にちょっと言ったんですけど、音ゲーのね、この基本的なシステムが変わる前に、この曲はね、本当にやりまくって、本当に極めたな、これだけは。これだけなんですよ。ただまあ、今、この音ゲーの感覚が変わってしまったっていうか、仕組みが変わってしまったので、まあ今はね、全然もう、またやり直さないとできないんですけど、あ、失敗した。横スライド忘れちゃった。はあ、ちょっとちっちゃいから怖いね。あ、ここ気持ちいいわ。ここはね、左右の指がなんか苦手な動きがあるんだよな、きっと。なんだろう、あ、しまった。そう、離すのが苦手だな、僕。うわーって、いや、一回ね、動き慣れちゃうとダメージなんだ。あ、いけた。はい、あー、大変だった。まあそうですね。まあいつもやってるそういう実況と絡めるんですけど、まあ任天堂スイッチでも音ゲーたくさん出ておりますので、機会があればそうですね。それこそね、やっぱディーモとかそういったところは触れてみたいなと思うんですが、まあね、実況するとなるとまたちょっとね、あれって確かテレビに出力できたかな。まああとコントローラー操作になっちゃうんで、タッチの方がいいかななんて思っちゃって、いろいろ迷ってはおります。まあこんな感じで、スマホを取り出してきてね、別のゲームの実況することはあったりするんですか。はい、はあ、やっぱりね、極めたいななんて思うんですよ、好きな曲は。うん、はい、ではね、一通りキャラクターのタイプごとに1回クリアすると回るんですけど、一回りしました。まあ、かつ新曲もやりましたんで、今日はこんな感じで終わりにしていきましょう。まあランキングをさらっと見るか。なるほどね。うん、ポイントランキングは、ポイント僕何ポイント、あ、917か。全然ダメだな。今回ですね、スースちゃんがランキングの3000以内報酬なので、もし狙うんだったら走んなきゃいけないんですけど、僕はちょっと自信がないな。というわけで、ちょっと推しキャラではあるんですけど、遠くから眺めたいかななんて今思っておりますが、これがね、明日どう考えが変わってるかというものはわからないものですので、まあちょっとね、走る方は本当に頑張ってください。僕も遠くから見させていただこうかなと思いますが、はい。見て見て、ダーリン。スース、こんなに体柔らかいの。
はい、じゃあね、今日は東京セブンスシスターズを実況させていただきました。まあご覧いただいた通り、僕はね全然音ゲー上手くないんですが、それでもね自分の好きな曲とかちょっと難しいのできるようになると嬉しいし、まあキャラクターめでたりとかストーリー読んだりとか、まああとはね CD とか楽曲を聴いたり、まあライブとかを楽しんでるユーザーの方もいますので、まあそんな感じでもし気になった方がいたら今日無料ですので、ぜひダウンロードして遊んでみてください。ね、課金はねしてもしなくてもどっちも音ゲー部分には関わらないかなと思いますが、まあそういったところはお財布と相談してみてください。まあ、てな感じで今日はね、スマホゲームを実況していきました。いつもね、任天堂スイッチのダウンロードタイトル中心にやってますので、よかったらね、他の動画含め見てください。じゃあ、ご視聴いただき本当にありがとうございました。またよかったら見てください。さよなら。どこを見てるの？いけないダーリン。